まだそのタクシーは持ってんじゃねえよ。行け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 。なしみたい。遊びに来た。みんなも知らんじゃん。やるあ、俺がな、ワイだとやってもね、結局、意味もないし、キリもないわけよ。おいおいおい、あ、そうっす。あ、やっとできるんで普通にやってやろうかなと。いいっすか。大丈夫。何をっすか。よっしゃー、やったろうぜ。やろうよ。はい、やろうよ。はい、ダメだ。ダメだ。やろうよ。できんだね、今日。ねえ、電話して、ね、電話してやらないって言ってたねえ。え、ねえ、やばいですよ、タクシーは。何だ、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 誰悪いんじゃん。え、セカンドチャンピオンだから。何だ、何やろうよ、負けんな、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 負けんな、やろうよ。舐めてるんじゃねえ。お前守ってんじゃねえよ。何だ、行け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 、負けんね。何がやりとったじゃん。どうしようもんな。やろうぜ。あ？ウェイちゃん逃げたの？電話してもらうか。やんないみたいな。でもやってたじゃん。撮影してたじゃん。いけんのか。え？悪いんか。お前だから俺らともやろうよって。うん、やん。なよ。お前なんや。なし来たんや。遊びに来た。遊びに来た。じゃあお前さ、列車持ってこい。列車？入会して。誰がお前らみたいなやつは相手しても関係ない。しょうもないよ。いやいや、やろうよ。とりあえずやろうよ。これ誰とやりたいん？いや、やろう。誰とやりたいん？それはお前っしょ。やるっしょ。マジ舐めてんの？うん、マジでやると。やるよ。やると俺。やるよ。マジでやると。お前やるよ。でも知らんだ。やるよ。なあ、なあ、お前みたいなクソガキでさ、いつまでも上手にする。はい、いいよ。やろうよ。お前も。ああ、やろうよ。どこのやつか知らんけど、お前どこから来たん？どうしようか。でも俺やりたくないんだよ。披露させたくないしね。いないから大丈夫。それで貸しちゃう。当たらないでしょ。披露させちゃうよ。セールだって。うん、お前の方が答えよくないだって。どうしよう。もうビビっとんだろ。やろうよ。俺ちゃうんだよ。お前さ、うん、そういういつも口の利き方なんだ。そう。みんなに対して。うん、ああ。顔です。親の顔見たいね。うん、ね、どんな親かね。いや、いいという。めっちゃいい親ですよ。本当。俺がガキの頃はよく言われたよ。なんて言われた？お前の親見てみたいよ。同じこと言うわ。うん。いや、いいじゃん。そしたら同じような感じでやろう。うん。昔の自分と戦うつもりで、俺とやろう。うん。やろうよ。俺はお前らできんの。なんで？いじめなら。いじめなの？俺らの強かった。本気の手がどうかな。どうもせん帰ってもらうか、警察呼ぶ。逃げちゃうの。お前らなしか。どういうの、連れてこられたんだ。これじゃ疲れてくるのが怖いから。そうだよ。俺たちも喧嘩じまい呼ばれてきてるんですかね。呼ばれたっすけど、もうそういうの。まあいい、まあいい、座れ、お前座れ。俺はの、もうお前らみたいな相手しとないって言ってるよ、女に。分かる。逃げてんじゃないよ。逃げてないよ、もうキリがないよ、マジで。で結局さ、お前一人でゆっくり来んじゃないんだと。だからお前、仲間感じてきたんだ。違う、本当にみんなやりたかったんですか。お前ら喧嘩じまいで来ましたね。こっちだったよ。いや、やろうよ。逃げんの。こっちだよ。逃げんの。喧嘩自慢の。なんで逃げんの。
千葉もいいじゃん、千葉対横浜で。いいねー。逃げんの。いいねー。俺がな、うん、お前らとやってもね、うん、結局、うん、意味もないし、キリもないわけよ、うん、ね、結局ね、いつかは俺だってもう今50だよ、うん、ね、お前ぐらいだったら勝てるよ、うん、ね、そのうちで強いやつが出てきて、うん、勝ったところなんだ。じゃあお前ぐらいの勝てるの。お前ぐらいお前には勝てる。やろうよ。一回やったら言うなんだ。あれ、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 もうやっちゃってよ。俺ですか。うん。俺らビビった。俺らビビった。全然。俺はこっちから。僕ら T1 のチャンピオン。はい、ビビった。全然全然。言われるよ。全然。ちなみにお前のこと楽しみにしてるからよ。俺はお前よ。どんだけ俺の戦うやつ代わりの相手探してるんだ。やばいよ。逃げてんだよ。やるよ。やばいよ。やばいよ。俺とやる。いや、こっちとやるから。俺決めてきてるから。やろうよ。ああ、大変な試合ありますね。うわぁ、お前らでかくね。お前何キロあるの。自分ですか。うん、自分は94ぐらいです。94、お前は89。ほんと、いいね。お前ボクシングやるかもしんない。こんな連中とするんじゃないですか。やりたいの、お前やりたいの。いや、全然やっていいよな。お願いしたいですね。いや、怪我させてもね、大変だよね。まあ、マスピーカーしないだろ。マスピーカーしないですね。どうするスパートか。この間歯折れたよ、俺。真剣にやって歯折れたよ。俺はお前とやりたくないからさ、お前たち。どうしようか、準備しますよ。いや、やっちゃってよ。お前ら、あいつやってよ。ほら、喧嘩しまった。いつやるの、本当。この前から逃げてきてさ。そうするね。いいじゃん。どうしたかさ、そんな理由にして見合いとか。もうやりたくないんだって。何がやりたくない。もう切りないしさ、お前らみたいなね、マナーの悪いやついっぱい洗ってくれますよ。でもなんで、勝てるでしょって。お前には勝てるよ。だからやろうよ。一旦、ちょっと次に。勝ったってことで意味がないから。いいよ。俺らはなに、みんなやりたいよ。いや、尊敬する竹原さんにぶっ飛ばされないの。いや、俺らはやんない。まあいいや、お前ら3人に関しては俺やらんし、お前ら決めていいよ、やりたいやつ。俺は満足するんだから。いいよ、木村でもいいよ。記念になるよ。K1 チャンピオンで。うん。はい。シュン君もいいよ。シュン君でもいいよ。1分でどうするべきだよ。1分で、ハーフやっちゃいます。何やるんだっけ。75秒ぐらいです。やばい。はい。じゃあ、ボスが。あ、じゃあシャン君、シャン君、はい、何キロ。65。じゃあババア行け。はい。横浜の相手は決まったの。決まってないです。今から横浜の相手で決まってないんだったら、マジ今回最後だからね。もう絶対に呼ばないよ。はい、ね、じゃあ、君、誰か選んで。そうですね。じゃあやっちゃってじゃあ、勝った方が竹原さん。あ、うん、いいね。これでやりたいの？じゃあそれでやしょう。お前負けたらプロになるよ。なるよ。めっぽいよ。顔色いいね。いや、どこに行ってるよ、お前。
ってことですよね、はい、この前は。いや、めちゃくちゃ。
ちょっともらっちゃった。あったらめよ。危ない。Thank you.